ラブカス TV 川口学です。今日はマツダの CX-5 大幅毎チェンしたこちらのモデル、これをですね試乗ということですが、以前皆さんにご紹介できていなかったスポーツアピアランス、こちらをまず試乗ということで、まあ試乗する前にですね車も簡単にレビューして行ってみたいと思います。私今日は大黒パーキングエリアにおります。ちなみに昨日も大黒にいましたけれども、はい、そんな中でこのですね CX-5、まあ、ここまでもうすでに乗ってきたわけですけれども、相当に変わってていいです。まあ、それはさておき、まずはスポーツアピアランスちょっと見ていきたいと思います。で実際にスポーツアピアランス見ますと、まずこちらですね、グリルがブラックアウトされていて、なおかつフィードジャーニーはこうイエローでしたけれども、スポーツアピアランスは赤が基調になっております。そしてこのシグネチャーもブラックの、このねブラッククロームがかっこいいですよね。非常にいい感じです。まあ、あのメッキもですね当然品質感はあるものなんですけれども、やっぱりブラックアウトされてる方が今っぽいですし、この雰囲気がねたまらなくいいと思います。この新しいライドユニットとのマッチングなんかも考えても、やっぱりスポーツアピアランス一番見栄えがするなという感じはしますよね。そして下の部分、ここもグロスブラックに塗られていて、精悍な印象を引き立ててくれるものになっております。で一番下の真ん中の部分だけこう樹脂のパーツになっていてということですけれども、まあ、この辺りオプションでいろいろパーツがありますから、表情を変えることができるというものになりますね。でさらにサイド見ていくと、ホイールハウスがこのように樹脂パーツがグロスブラックに塗られているのが特徴ですし、装着タイヤ、こちらですねタイヤそのものは変わってないです。225の 55R19 で19インチサイズですけれども、このスポーツアピアランス専用のブラック塗装のホイールと相まって、で、まあ、最近 SUV はこの樹脂パーツの部分を塗るのがですねトレンドになってますけれども、それをこのスポーツアピアランスも実際に行っているということですね。なのでこうして見ると、はい、引き締まった感じがあるなというのはもうすぐ分かるところでしょうね。でリアのこのバンパーの部分もグロスブラックになっていてというところで、このあたりもやっぱり見た目のですねかっこよさを引き立てる、そんなですね要素になっています。では先日お伝えしたエクスクルーシブモードありましたけれども、あちらはボディ同色で樹脂部分が塗られてたのに対して、このスポーツアピアランスはですねブラックで塗られているというので、まあやっぱりエクスクルーシブモードの場合はちょっと上品な感覚というのが優先されるものなので、まああのボディ同色似合ってましたけれども、まあ実際にもともとここ樹脂パーツだったんで、こうして見るとやっぱり塗り分けられてる方がかっこいいなっていうところはありますよね。なので、はい、こうして見ていくと、このミラーも含めてこの白黒のですね塗り分けはかっこいいと思います。というわけで、実際に試乗してみたいと思いますが、こちらの車はですねガソリンエンジン搭載モデルということで、 2.5 リッターのスカイアクティブ G が搭載されているということになります。これ最高出力が190馬力6000回転から発生して、最大トルクは252ニュートン、これ4000回転で発生するというものになってますね。そしてこれをスカイアクティブドライブ 6AT に組み合わせて、今回のモデルはこれですね肉ですね、前輪を駆動しているタイプということになります。車両重量は1590キロ、比較的サイズの割には軽量な方ですよねとなっていて、燃費はですね WLTC モードでリッター 13.8 ということになります。では実際に試乗したいと思います。まあインテリアはもうご覧になっていただいてお分かりになりますように、これまでと変わらぬものですね。ブラックレザーに赤のステッチという組み合わせになっております。ドアパネルなんかもこのように赤ステッチ でこの部分だけハニカムのパネルが入っているのが特徴ですね。なのでまあ今回インテリアは大きくは変わってないというか、ほと全く同じということですよね。では試動したいと思います。で今回の CX-5 ですけれども、まず大きく変わったのは、まあ、今回スポーツアピアランスに乗ってますが、エクスクルーシブモードもそうですし、
フィールドジャーニーというですね、新たなグレードも加わったというところで、まあ、見え方見せ方みたいなところは大きく変わっているぞというのは一つありますね。では一方で走りの面でどこが変わったのかというところですけれども、まあ、基本的な大枠は変わってないわけですね。ですが今回乗った瞬間に違いがすごくよくわかるものになってるのも間違いないところで、これはじゃあ一体どういうことなのかという部分ですけれども、まず考え方として一つ覚えておきたいのは、今回のこのモデルというのは、要は CX5 登場したのがもう2017年ですから結構前のことになるわけですよね。なので時間が経っているモデルであるというのは間違いないところなんですけれども、いわゆる第6世代の車ということで、まあ、1世代前のところですよね。まあ、マツダ3あたりから第7世代になっているわけですけれども、そこからすると1世代古い第6世代ということになるわけですね。で、ハードウェア的にはだから古い第6世代のものではあるんですけれども、そのハードを使いながらいかに第7世代のモデルに近づけるかというところを実現したのが今回の大幅な改良と考えていただければいいと思います。ですので、まあ、第7世代の特徴といいますと、まあ、ボディの減衰のさせ方とか、さらには乗員の座らせ方とか、まあ、そういった様々があるわけですけれども、そこをですね今回きっちり盛り込んできているというのが特徴で、大きく3つのポイントがあると思っていただければと思います。で、まず1つ目のポイントは静粛性の向上ということになります。これはどういうことを行ったかというと、リアのですねブレースがあるんですけれども、ここに4つのパーツを追加しています。どんなパーツを追加したかというと、これマツダ3で初めて行った振動を減衰させる構造をですねフレームに取り付けたということですね。リアにこう横に走るフレームがあるんですけれども、そこの途中に4つのパーツ、これ箱型の形状のものを作ることによって、まあ、振動がですねこう減衰するようなものを入れたわけですね。これによって劇的に静粛性は変わるというところで、実際に今乗っていてもこのようにベイブリッジの非常につぶつぶザラザラした路面での音の入り方というのが全然変わったというところありますね。これまでやはり CX5 はもちろん悪くはない車でしたけれども、やっぱり第7世代の車と比べるとちょっと音の環境なんかはまあ古い分致し方ないかなというようなところはあったわけですけれども、今回のこの構造を入れたことによって非常に静かな感覚を得ているというのはもう乗ってすぐに感じられるところですね。ここは非常に大きいです。ですのでもう皆さんにも伝わっていると思いますけれども、以前に比べるとだいぶ音が下がっているというのもありますし、これはまあパッと乗った瞬間にマツダの他の新しい世代の車とも変わらないねと言えるぐらいの静粛性になっているのはもちろんですし、質が上がったなっていう感じがやっぱり生まれますよね。しかも以前の CX5 乗ってる人からすると、乗り比べればすぐに分かる違いとして感じられるものですので、このあたりの質の高さという部分ですごくいいところがあると。さあ、そして一方で今度はサスペンションですけれども、ここもですねダンパーとスプリングのチューニングをさらに行っています。まあ、CX5 の歴史、マツダの歴史がそうですけれども、どんどん改良を重ねていって、アクセルペダルの重さのチューニングとか細かいところまでどんどんやってきた CX5 ではありますが、さらにまた足回りをリファインさせているというところですね。で、今回これどういうことをやったかというと、マツダというのは、まあ、特に第6世代の車はそうなんですけれども、この運動に対して車のダイアゴナル方向の動きというのをこう中心にですね考えていたところがあるわけですね。ですので、まあ、コーナリングの姿勢とかそういったところでこうダイアゴナルのですね、要するに対角のサスペンションの動きをですねこう気にして、まあ、きれいにこう車を動かしてあげるというところに注力をしていたわけですけれども、やっぱりCX5 というのは乗ってみると少しこうピッチングとかですね、そういった動きみたいなのが出やすいところはあって、その部分はこれまでの歴史の中でもどんどん改良はされてきましたけれども、今回ですねフロントの、まあ、要するにサスペンションをちょっとハードめに変えたということですね。で、こうすることによって、まあ、車の動き自体をですね
コーナリングしていくときに鼻がスッとこう下がるような感じの部分の動きっていうのがあったんですけど、それを抑えてあげて、さらにフラットな感覚を持てるような、そんなですね感覚にしてるわけですね。なので結果ピッチなんかも抑えられましたし、コーナリングした時のですね車のしっかり感というのも高まっているというところがポイントになっています。まあ、今までの車も熟成がされてきて非常にこういいものになってきたわけですけれども、ちょっとしたですね動きでやっぱりこうひょこひょこしたですね動きが出やすい部分が、まあ、あったというのは確かなんですけれども、それが今回抑えられたことによって新世代の車と同じように落ち着いた感覚は手に入れたなというところは実際に走って感じるところですね。なのでこうして走っているともう静かになった、そして動きに落ち着きが出たというところでだいぶ上質なものになったなというふうに感じますし、第7世代の他のモデルと比べても、あ CX5 もやっぱり同じマツダの車なんだねというところを感じられるようになっているというのが特徴ですね。でさらに今回はシート、ここでも第7世代で取り入れたきちんとドライバーを座らせてあげるというところをですねさらに磨きをかけたというのが特徴ですね。でこれはどんなことをしたのかというと、シートのですね骨格はこれ変えられないんですよ。なぜかというとシートの骨格変えると衝突安全とか、まあ、その他のでいろんな絡みが出てきますので、設計し直したらその分ちゃんとテストをやって新しいものをつけるだけのですね、まあお金も必要ですし検証する時間も必要ですしといろいろあるので、やっぱりこれはフルモデルチェンジ級じゃないと変更できない部分なんですけれども、じゃあフレームを変えずにどうするかという時にですね、シートのウレタンでチューニングを行うことによって第7世代のシートの座らせ方に近づけていこうというふうに考えたのが今回ということですね。で具体的なポイントとしては、まずお尻の面ですね、この座面のウレタンをしっかりとですねこう位置をですね決めてあげるようなことをしてあげるというのはもちろんですし、まあ第7世代の車は背もたれですね、ここでこの腰部をですねいかにしっかりと押さえてあげるかというのを基本にしてましたから、この部分のプレートという呼ばれているですねものがあるんですけれども、このウレタンを少し後方にしてあげて、背中がですねこう丸まらないような感じにしてあげて、きっちりと背筋を伸ばして座らせるようなポジションを作りやすい、そんなですねチューニングを行ったというのがあります。それとこの世代のマツダ車の場合は第6世代の時にはですねシートの横揺れというのが結構あったというところがあって、まあそれは本当にわずかな動きではあるんですけれども、こうして乗ってるとこういう感じの横方向の動きが出てしまうので頭が動いてしまうと、そうするとまあ操作にもですね反映されて車を正しく走らせるようなものにならないという部分も ありましたし、まあ、この横揺れを取ってあげることによって快適性もぐっと上がるというのもありますし、もちろん姿勢としてしっかり座れるので操作もちゃんとできるという部分にもつながっていくので、いいことがいろいろあるわけですね。で今回そこにも手を入れてます。でこれはどうしたかというと、シートをですね取り付けるレールの部分に、まあ、前に2つ後ろに2つポイントがあって、そこに取り付けるわけですけれども、その取り付け部分のプラスチックのですねプレートがあるんですけれども、この板の部分が今まではコの字になってたんですけれども、このコの字の空いてたところにもプレートを追加することによって、まあ、面をですね面圧を下げてあげるわけですよね。今まではこの枠に集中してたものを全体に下げてあげることによって揺れを少なくすることができたということで、これは以前に比べるとだいぶ揺れがですね少なくなったということなんですが、こうすることによってシートの横揺れも取ってあげたということになります。ですのでもう乗った瞬間から、あ変わったなというところをすごくこう感じやすい、そんな走りになってるんですよね。なのでもうこれは新たに CX5 触れた人は、あマツダの車ってやっぱりこういう感じですごく運転しやすくて気持ちよく走るなっていうところを感じる車にもなってますし、 CX5 今まで乗ってたマツダのユーザーの方が乗ったら、おお変わったじゃんっていうふうに感じられるぐらいの、そんな変化が生まれていると。で今回試乗しているこのスポーツアピアランスですけれども、
搭載エンジンは 2.5 リッターのスカイアクティブ G ということになります。で、先ほどもエンジンをお見せしましたけれども、最高出力は190馬力、これを6000回転で発生して、一方で最大出力252ニュートン、これを4000回転で発生して、スカイアクティブドライブ 6AT ですね、これを介して前輪を駆動する FF レイアウトということになります。車両重量は1590キロというところで、まあでももう本当に大黒からスタートして高速パーッと走ってきましたけれども、その時の感じで言うと非常にやっぱり乗り味が変わってすごくいいなというところはあって、そういう意味では今回エンジン変わってないですけれども、同じエンジンなのにだいぶ走る感覚が違うなというところは感じるものになってますね。で、実際に街中で前の空いてるところでアクセルを開けると、まあ、この辺りのエンジンのフィーリングなんかは全然変わってないので、まあ正直特にこう目新しさも感じないですし、力という意味においては 2.5 リッターの NA ということもあるので、正直もうちょっと力強くてもいいかなと思うところがあるのが実際ですよね。最大トルクも252ニュートンですので、まあ、1590キロの車両重量に対しては全然必要十分なトルクは出てるんですけれども、まあ、もうちょっとプラスアルファがあると嬉しいなっていうところはありますね。ただやっぱりそのスカイアクティブドライブですね、 6AT との組み合わせ、これとかもいろいろと本当に細かくチューニングしてきた歴史がありますので、街中でこうして乗ってる時に例えば前がちょっと空いてですね、追いつこうと思って進んだ時のですね、グッと力が出ていく感じというのは結構得られるようにはなってますし、そういう意味ではこうほとんどエンジンに関しては気にならない感じかなというところはありますね。ただ一方で存在感もそんなにはないかなっていうのは実際のところですよね。まあディーゼルエンジンだとトルクが太くて、こうそのあたりのですね、お力あるなっていう感覚というのがすごく得られるものになりますけれども、まあ、この 2.5 リッターのガソリンの場合は特にですね、こうすごく印象に残るエンジンというわけではないかなという部分ですよね。それとやっぱり気になるのはこのエンジンの音ですね。やっぱり CX5 今回静かになって乗り味もさらに上質になって大人っぽくなった、そんなですね世界観があって、まあもう比べるべくはレクサスの NX とかそのあたりかなみたいな雰囲気があるわけですよね。で、そんな中にあってやっぱり 2.5 リッターの直列4気筒のこのエンジンの音というのは、まあ、ちょっと気になるところがあるかなという部分があって、マツダの場合は音の成分自体は結構その洗練されていて、まあ、レクサスの NX みたいなちょっとディーゼルエンジンみたいな感じの音ではないんですけれども、逆にですねエンジンとトランスミッションのこの両方のですねドライブトレインから来る感覚なのか、ちょっとこううなり音みたいなものが多いというのが、まあ、気になるところではありますよね。で、ゆるゆる走ってる時は気にならないんですけれども、こういったところから踏んだ時にこれですね、このちょっとこううなり音みたいな感じのものが出てきてしまうのが、まあ、気になるところではあるというところですよね。まあ、全般的には音はすごい抑えられてて静かではあるんですけれども、そのなんかこううなる感じというのは気になる人にとってはちょっと気になるかなと思いますし、やっぱり先ほども言いましたように CX5 どんどん洗練されて比べるべくはレクサス NX なのかなぐらいのところまで来るわけですから、そうなってくるとやっぱりもっとですね音に対して何らかの措置は必要かなというふうに思います。まあ、僕はこの音であれば音はもっと聞かせない方向でチューニングしてあげる方がいいのかなというふうに思います。まあ、今でも十分に下がってはいますけれども、このうなり音みたいなものをちょっと聞こえ方を変えてあげるだけでだいぶ印象が異なってくるんじゃないかなというふうに思います。でもね、こうして乗ってみると今回やっぱりだいぶそのサスペンションのチューニングによる落ち着きっていうのは効いてますし、そこに静粛性の向上分が乗っかってくるので、質の高さっていう意味では本当に CX5 史上最も質の高い感覚というのは生まれているので、これだから乗り換えも含めて考えている人にとっては相当に説得力のあるものかなというふうに見えますよね。しかもまあ今回スポーツアピアランスとかフィールドジャーニーといったさらにですねこの見栄えとかそういった部分も洗練された、方向性が明確化されたものが増えましたので、そう考えると非常にやっぱり魅力は増してるぞと
というところは間違いないところですね。で、まあ、今回この後フィールドジャーニーも試乗するんですけれども、フィールドジャーニーの場合はタイヤがオールシーズンタイヤ履いてるので、またちょっと走りの印象が違うかなとは思うんですね。で、今このスポーツアピアランスの場合はガソリンのスカイアクティブ G で、まあ、タイヤもですね、東洋の通常のですね、サマータイヤ履いているバージョンですので、乗り味的には多分これがベストというところだと思います。ただ、まあ、ディーゼルエンジン乗ってくるとバランスが変わってくるので、それがどういうふうに感じられるかというのは、まあ、本当はサマータイヤ履いている車同士で比較すればいいのかなと思うんですけれども、まあ、今回残念ながらですね、次乗るフィールドジャーニーがディーゼルで、オールシーズンタイヤということになりますので、まあ、ディーゼルとガソリンの乗り味の違いというのは、まあ、そのあたりでちょっとお伝えしていきたいと思います。とはいえ、まあ、これファーストインプレッション、本当に今日試乗会に来てまず乗った車というところですけれども、その意味においてはかなり好印象になってますし、成長著しいなというところを感じるのは間違いない部分ですね。で、そう考えるとマツダはやっぱりもう本当に毎回毎回細かく改良してくるなという印象ありますけれども、改良するごとに良くなっているのは間違いないことですし、今回は特にその振れ幅が大きく改良されたという部分ありますね。確かにこれであれば第6世代のハードウェアを使っていながらも第7世代に近づく乗り味走り味を作り込んでいて、まあ決して周りの車と比べても古びた感じのしないものになっているというのは間違いないですし、今回デザイン面で大きく変わった部分というのがありますので、これによってむしろ一番新しい駆動デザインを手に入れたと言えるような部分もありますので、そういう意味では今回の大幅な改良、これによって CX-5 は相当に生まれ変わったなっていう印象が大きいですね。特に今このマサナ R&D の前の15号ですね、走ってますけれども、ここは本当に粒ざら路面という、まあ、今回の CX-5 が気にした部分での良さをですね発揮する路面ではありますけれども、本当にこの粒々して、粒子の粗いザラッとした感じの路面を走った時の静粛性の高さというのはかなり上がったなっていう感じはしますよね。いつもここでマツダの車乗ってるだけに余計にその変化を感じるなというところですね。というわけで今回はまずマツダの CX-5 大幅改良されたモデルのスポーツアピアランス、こちらで試乗してきました。 2.5 リッターのスカイアクティブ G 搭載モデルの FF でしたけれども、ファーストインプレッションはバッチリというところで大きく変わったと言えるものになっています。ちなみに私が今回乗っているこの車、車両価格は3,289,000円、そしてここに地上デジタルテレビチューナーフルセグ、これ22,000円ですね、加えると3,311,000円ということになります。まあでもこれが331万円ですからね、初期を入れて350、60ぐらいということだと思いますけれども、そう考えるとかなりバリューフォーマネーな1台であることも間違いないと言える、そんな1台です。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV で取り上げてほしい車企画ございましたら、コメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。